次じゃあ繋がっていきますか。はい、じゃあもしもし。はい、もしもし。もしもし。もしもし。はい。はい、ラジオネームを聞いてもいいですか。ラジオネームカピです。カピ？カピ？カピちゃんでいいです。カピちゃん。カピちゃん。はい。うん、お住まいはどちらになりますか。お住まいは群馬県です。お、群馬県。群馬県。はい。なるほど。もうバレンタインですけども、ご予定なんかはどうでしょうか。はい、主人に明日やろうかなと思ってます。うん、おー、はい、いいなー、はい。結婚何年目ぐらいですか。もう14、5年ぐらい。ああ、いいですね。いいですね。はい、それね、とってもちゃんとバレンタインを、ね、そうですね。そうやってするのも羨ましいですね。チョコと一緒に何か他にもプレゼントしたいんですけども、なんかおすすめのとかありますか。お、旦那さんの趣味なんかあります、なんか。そうですね、ゴルフが好きなので。じゃあ、はい、ボールをボールかでもネクタイとかハンカチとかいいんじゃないですか。あ、そうですね、あのとおしゃれなゴルフだ、ゴルフする時の、おしゃれなゴルフ、違う違う、ゴルフする時のおしゃれな服装使われてるよおしゃれなグローブとか、ね、グローブ、それを言いたかったんですよ。おしゃれなボールとかねそうですねおしゃれなボールとかね、おすすめですけどね。じゃあ早速、はい、ちょっとセリフの方を言っていただいても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあそれでは人妻からいただきましょう、はい、お願いしますはい、いろんなこと私が教えてあげるいやー、恥ずかしい。それは恥ずかしいでしょ。そんなこと言っといて。恥ずかしい。こんな時間何やってるの。カピさん。カピさん。カピさん。いやー、ありがとうございます。いいね、ちょっと元気になりましたね。元気になるわ。まあそうですね。まあ何を教えてくれるかは、うん、まあお楽しみにということですね。秘密だ、教えてもらいたいわ。もういろんなことですもん。あら、なるほど、なるほどね。あ、金次郎くん、教えてもらいたいでしょ。教えてもらいたい。ということで、まあじゃあ素敵なバレンタインを過ごしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。